えっとね本日はコメント返信動画ですねいつも通りなんですけども今日ちょっとボリュームがあって、えー、テンポはよく行こうと思っていますいつも通りコメント返信動画はラジオ的に聞いてもいけるような、えー、とそういうような構成それを目指しておりましてまあハロー以外の歴史とかその背景現在どんな感じとかも織り込みながらいきますんで楽しんでもらえるんじゃないかななんて思っております ぜひこういうのを続けたいんで、チャンネル登録の方もご協力いただければ嬉しく思います。じゃあいっちゃいましょう。今日はね、4動画。人、えー、それアカペラの解説にコメントくれた方と、あハロドリだね。今週のハロドリの、えー、っとコメントいただけた方。それと、宮本佳林、その卒業延期。ねこれについてはたくさん反響いただいてるんで、これについても時間作るのと、あと昨日あげた高木紗友希。 の動画にコメントくれた方、この4つに返していきたいと思っております。お付き合いください。行っちゃいましょう。じゃあね、まずは人そりゃアカペラ、えー、っと島袋、三崎さんありがとうございます。えー、っとコンサートで見るのが一番ですが、不幸中の幸いかな？こういった動画を見れるのも良いですね。最近のアップフロントのスタッフは何でしょう？オタが欲しいものを提供してくれる良い事務所かと3時を送りたい気持ちです。 おいまあね仕事をしないわけにいかないんでしょうアップフロントはねできるることとをやってい最大限かなとは思いますよで休ませるのも仕事という言い方ありますしねでん思うのはできる子うテレワーク的っていうか在宅的にも美容とかジュースのアカペラとかそうですよね できる子たちっていうのをなるべく最初労力なく使っていくって言ったら変ですけど事務所側の労力なくね本人たちはまあでもないよりいいだろうねペース狂うでしょうから、うん、歌自体は何て言うの取り立ててどうこうっていうんじゃなくてアクションを起こしていてくれてるのがいいなっていう方が多分正解なんですよ。 どうしてかっていうとそんなに時間使って撮ってないんだろうなっていうことが何か分かってきたからね、うん、でもいいですよね僕こういう流れ、えー、最低限より少し上の段階で好きですじゃあそんな感じでしたえっ、ー、とじゃあ続いて82たくまさんね82たくま買った気かもしれないけどありがとうございます早い、えー、ライブ配信飲み会したいっすねかっこ笑い炎上ギリギリなみんなコメントで参加なあー これね、ライブ配信どうすかね僕、もう少しでチャンネル登録者が、もう少しでも,もうちょっと多いけど、500いった場合、ちょっと時間予定して寒くならないような感じのところを時間帯指定してやってみたいなと思ってます。一番寒いのは、やるよってなんつって言って、一人でずっとこの街みたいなのは寒い感じじゃないですか。それをちょっと避けられれば、やってみたいと思ってます。あと、 個人的な試みととしてはうー任とかもう少し先の段階まあでもそんなに遠くない先の段階で英語だけ英語だけでハロプロの話をする会それとフランス語だけでハロプロの話をする会っていうのもやってみたいと思ってるんですけどそれはかなり全体じゃないんですけど何パーか僕外国人の登録者がいるから、まあ、そことあと外国人の登録者を増やすためと両方っていう風うな気持ちなんですけどもちろん日本の方でも。 ちょっと大体の英語で参加したいとか、ちょっとフランス語を勉強したいとか、そういう方いたら、まやってみても、どこだかわかんないけど、面白いかなと思って、なんでも実験ですね。そんなこと思ってます。なので、この意見、近々採用したいと思います。ありがとうございます。では続いて、バナナミルク533、えー。イヤホンの件は画像反転だからかな。えー、っと、画像反転だと思います。これありがとうございます。 この一皿アカペラーバージョンの動画で言ってたのは、僕の分析が、このイヤホンのマイクの部分が左右になってて、僕ね、ブログで確認して、さゆきのこのヘアスタイルの分け目がどっち側かななんて見て、あ、これなら反転じゃないとか思ったんだけど、ブログの写真自体が反転なんだよね。ねえ、もうそんなことを今更。ねえ、ご指摘正解です。ありがとうございます。 では続きましょうえっ、ー、と次はハロドリの今週版にコメントくれた方にお返ししますえっ、ー、と気まぐれプリンちゃん、えー、小田桜の圧をもっと見たいんですけどガチンコファイトクラブ的なやつを笑いいつもありがとうございますが <laughs> これね僕もやってもいいと思ってるんですけど多分ねもうワンランク上の 巨匠感といいううのを出すためにはこっちじゃななんでしょうねなんか小田を最終のボスにして今岸門とか加賀で小手を入れてる感じ <laughs> そういうそういう雰囲気なんですよそれでもう小田に「面だかどうだかやらす」って言うんです <laughs> ごめんねもう相変わらず分かりにくいね剣道ねなんで剣道なんだよね君あの小学校の時やってたから <laughs> 伸びないやつ。次いきましょう。すみません。えっ、ー、と中山夏美これは八木卓馬さん。先ほどの動画にもありがとうございます。ね、これはわかるよ。これボケ殺しじゃないけど、夏目何が良かったかって言ったら、これだけ特集してもらう時間を組んでくれたってことなんですよね。多分本人自身もテレビで個人にスポット当ててこんなにってなかったはずなんで。 僕その扉開けられたのが一番価値があったのかなと思いますあの言われてることとか本人の発言っていうのも価値はあるけどまあそれより長尺っていうことがねそんなこと思いましたあざっすでは次の動画いきましょうえー、っとこれはちょい長のやつだね「ジュスジュス宮本かりん卒業延期速攻解説」これねちょっと一時期シリーズ化しようなんて言ってたんですけどそこのシリーズ もう一回情報が更新されたらしますよ。で、今のこの時点で回答してる時点にどんな感じかって言ったら、一応ブログは宮本仮に更新してて、可もなく不可もなく、それぐらいは分かりますよってこと書いてました。じゃあ行っちゃいましょう。えー、っと、これはどこから行こうかな。ごえごえごさんから。ありがとうございます。えー、っと、卒業公演の延期は、卒業の延期と同様なの 事務所の発表と本人コメントプラスメンバーのブ,グブログの食い違いがてんてんてん。うん。これ西口さん投稿のやつとってことかななんか卒業延期僕 <laughs> 卒業公演がなんとなく卒業日っていう感じで捉えてるからこの辺ってど,どっちがどうなんですかねって言ったけど。 卒業公演やって卒業とするんだったらもう多分年内無理なんですよね。あの観客ありでやるってことね。だからそこら辺ってどれぐらいの長尺のプランで考えてるかですよね。今のとりあえず延期みたいなバースデーイベントとかあるじゃないですか。ライブハウスとかホールコンとか演劇系とかそんなそこでええー、ってできんのみたいな。世論とは関係ないアップフロント感ね。 まあ、そ,うそういうとこ僕好きですけどねなんかずれ、うん、てんなーもあるし頑張ってんなーって裏で絶対あるんですよなんとか調整してできる価値っていうところを出せるのいつなのみたいなのギリギリまでねビジネスだからしょうがないんですよそんなこと思いましたじゃあ続いていきましょうえっ、ー、とレブロン・ロイ・レイカーズさんえっ、ー、と1番から9番まで強打者ぞろい オーールスターのようだかレレで,、ね、で、これね乗っかるけどあのツイッターで僕ね去年だったかなシーズン始まる前とかに勝手にハローのメンバーで打線組んだりとかってやっててこういう話好きな方なんですけど僕はカリン3番に入れてて高木最近4番に入れるんですよ。なんというかカリンの方が機動力がありそうな。 そして昨日のさ先動画でも言ってるんですけど、なんか、王・長島感が2人にある大長島って僕、現役見てないんだけど、野球ファンってめちゃくちゃ例えやすいから、これ、延々使うよねもう。無限に広がるもんね。<laughs> って言ってるだけか。で、これ、5番ルルっていうなんだけど、僕、ルルは1番バッターだと思う。1番バッタールルルね。レイレイね、レイレイどこに入れるかだけど、 カリンが3番で抜けるんだったら3番に入れますよ前この動画別のやつで言ったんですけど松井秀喜的にかりんを考えるんであればベタジーニなわけだからレイリーがうんそこ入れんじゃねえのっていうねそうすると高木さんに清原になっちゃうんだけどまあそれは置いときましょうなんつうかこの野球だとえに徹底的に振った回とか作りましょうか 開幕に合わせて開幕いつになるんだろうねまぁ、あ、ちょっと暗い話は置いておきましょうじゃあ引き続いてえっ、ー、とレブロンカリーさん結ぶの卒業延期は嬉しいですね3年延期でもいいですそうちょっと船木結ぶあんま触れてないんだけどなんで触れてないかっていうとあの卒業後に何をするっていうのは決まってないから今 今まで過去から今までっていうところはまとめられるんですよであと2度目の延期だからまあやるや <laughs> 卒業公演に対して便利屋って言葉変だけど便利屋になっちゃってるもんねあっ結ぶならもう一回ぐらい延期しても大丈夫だろうみたいな感じのブログではねあのお客様というかファンの方に見送られたいみたいなこと書いててそれは本音だと思いますけどね これさ、アメリカの NBA とかでよくあるんですけど、引退撤回とかあるじゃないですか。俺、結ぶ卒業撤回で俺、3年とかじゃなくていいような気がするけどね。そしたら5年ぐらいやればいいんだよ、うん。こういうご時世だから、なんかよく考えたら、まだまだ世の中明るくしたいとか、なんとでも言えるじゃないですか。<laughs> ね。 今の状況に結ぶもし延期じゃなくて撤回は長老法ですよそういう例作ってもいいと思うよなんかねいきなりヘアヌードとかそういう <laughs> やめるか <laughs> そういうことじゃない方がいいってことあざっす、うん、でつるつるさん、えー、とここ最近の拍車のかかったかりんちゃんのはじけっぷりはまさにサービス精神だと思います ノリ自体は鈴木愛理さんからの影響を感じます笑い。卒業延期については正直ほっとしました卒婚もできないままでも終わるのは寂しすぎるのでレイレイの参加時期が不透明になりましたが9人でのステージがあるなら見てみたいですうんほぼ全同意でいいかもね こカリンがはじけてるのもうラ多分ラジオ聞くしかないんだよねあテレビ系でもちょっとは見えるけどラジオはやべえうん,なんか俺「ピンキーフライデーの」の宮崎ゆかの時に入ってくかりんなんていうのが結構かわいいんだよでゆかちゃんそれ分かってるからカリンになんかコーナーのタイトル決めてとか振ってみて いいい感じににその気にさせせてててて引き出せてるっていうここが宮崎ゆかやっぱリーダーとして器違ったなっていう風に思えるとこなんですよねほ他のねところでも知子のあしらい方もそうだし最近ルルもあしらってはっていうとこですよねうんそこかりんが6月までって決めてたような気がしてるからこれ次のステージっていうところでどうキャラ持っていくのかなってのが 見どどこころろ聞きどころって話ででしたであともう一個いけばこれねああここもう一個もう一個というか続けようか愛梨は,、ね、は僕感じてたのは慶応入った時の最初にちょっとスキャンダルとは言えないんだけど持,ち持ってかれちゃいそうなとこあったじゃないですか。であの時以降にやっぱりキャラ買いしてるんですよ。 大きいいステージが急で待っていてこのままそっちに話題行くわけにはいかないなと思ってかなり女の女のだって女性の色気が出てくるようになっていたタイミングだったんだけどそっちの方に振らないでちょっとしたポンコツ感出していくところでも締めるとこ締めるみたいなそっちで僕愛理変えたの覚えててカリンはそことは違うけどうまくバランス取ってる愛理の成功例っていうところで自分バージョンっていうのを今探してるんでしょうね。 そこは伝わってきますでもう一個言うと、ね、ありがとうございますもう同意ですからねもう一個言くと卒業延期に関してのほっとした頃の感じはねこれね室野がダメだったとは言わないけどうんまあ佐古もそうだよねダメだったとは言わないけどあまりに功労者しかも 純粋バイオって言ったら他の人差別してないんだけど純粋バイオでハローの研修生から来た子たちで早い卒業とはいえやっぱねガチで推してた人たちって僕何人か知ってるからそこのやるせなさってのはあ,あったでしょうね。で僕らももちろんやるせなかったとこあるけどあれ2回やって気づいたんでしょうこれ肯定、うん、するしかないから肯定しかしてないけどこれじゃないだろうなと。 あとは4月までにもしコロナ騒動一連ですかエンターテインメントの影響が少なかった場合はまた違った回答になってた気がします。ね、あとこの9人体制のジュースジュースの話ですよねレイレイどうすっかっていうここね僕がフロントなら僕がフロントならなんですけどサービスタイム作るよレイレイと仮にやらすだっておかしいじゃんレイレイをさ。あの これによって7月、8月、もうちょっと休んでおいてくださいってやるわけねえから,からコンサートがないから動画的なものとかでやれる範囲のジョイントになるような気がするけどまあ俺は一緒にやるうーなんだっけな「ガールズビーアンビシャスでもいいですし生まれたての「ベイビーラブでもいいですけどあと僕カリンとレイレイが相合い傘を歌ってもらうとかそういうのはなんかねハマる気がしてて。 聞きたいなとは思ってますけどね。うん。まあ、早めに当面してあげてくれたらファンも盛り上がるけどね。そんなこと思いました。ありがとうござっす。じゃあ続いてえっ、ー、と銀ん銀ゼケイグさん、これなんかドイツ語みたいだね。<laughs> ありがとうございます。ちょっと読み方調べておきます。えっ、ー、とタイムリーに話して初めてコメントします。まず、自分もマジかくさくさくさって感じました。 というか、か FC ののの申し込みの時点で、ん「んやるのかどうなることやらって思ってました、えーと「グレーゾーン」配信のもう一個先と言っていたのも自分もそう思っていて、えー、と収束うんぬんかんぬん言っていたら年内なのかかっこそれは無理でしょうが来年だとしてもいつになるのか分かったもんじゃないですからね SNS に関しては音楽じゃないですがインスタソロアカでの投稿妄想ハッピーは面白いと思いました 100パーあー可能性10%とかとても低いでしょうが、下手をするとかりんちゃんと一緒、かりんの卒婚がいつになるか分かりませんが、もありうるかも。てんてんてん初コメントありがとうございます。もう遠慮なく帰ってきてください。でね、うん。これだから時期の話だよね。うん、やらない。 やらないはないけどやれないよなとかうん人入れられないよなだよねそんなの今今はまだいくつもあるじゃないあ俺あと気になってんのはアンジュルムとかの確かあれ横浜ベイとかが5月7日とかになっててなんか平均も申し込み4月8日で終了とか FC だと書いてあってでそれ発表され5月7日発表されたらそれ以降じゃないですか僕振り返ったら全部振り返りでいい。 振り返り行くつもりなんですけどあの辺なんか案内よくわかんないんでもし知ってる人いたらコメント欄でもいいんでなんか教えてくださいお願いしますまあ振り返え延々1年後振り返りでも別に行くけどねで、えー、グレーゾーンね配信の1個先ねこの1個先って大きく2つあると思うんですよで 1, 1個先の簡単にできる1つ先っていうのは 今の面をもメンバーがもうちょっとアカペラドーンで今やっている技術のところをパンと出すんじゃなくて配信用の技術練習をしてくるってことねまあこれが一つですよだから最近の美容とかそうじゃないですかあのー、この12個全部出たら俺これコメントまた動画出しますよ6個ずつでいこうかと思ったんだけどなんかそういうことでもない気がしたんであと3日ぐらい待ちは出そうんじゃないですかそしたらちょっと見てくださいでそういう形要は何が言いたいかと 2つ目はもうシステム自体ですよねこのカメラなのかあその編集それから YouTube で出すの YouTube 以外でハローでこのくくってちゃんと稼げるやつを作るか僕は後者のの方日本ってやる気がすんのよ YouTube とかでかいフォーマットに載った方が本当はファン層広がるんだけどアップルーンとかそこからの回収を YouTube だけでやるとはちょっと信じがたいところがあって。 二段階で行くはずなんですよよくある YouTuber の方とかでニコ動と一緒にやってたりとかまあ近いであったらショールームと併用とかと似てる感じだと思うんですけどなんか日本の会社ってこの自分のところで作りたがるじゃないですか他行ったら応用聞かないやつなんかそういうのをやり,うーんやりそうでその準備の方が多分現実的かなみたいな感じは思ってますまあサブスクでしょうねそこやるにしてもね で、それはそれでいいと思いますよ。で、続いてのところで言うと、この SNS ね、で妄想ハッピー面白いけど、これって別にさ、コンサートやってた時もできたことですよね。その辺のサービス精神の範囲が広がるというポジティブな見方、アップルートもこれ範囲広がってるって捉えてるはずですよ。それでいいのかなと思いましたね。で、あと、重要なのはね、これ、とも子の卒業ね。とも子さ、 発言総合すると全然やめる気配ないんですよ。でも前も言ってたけど綾ょとかゆかにはもう信じてないからどうすそんなこと言ってて卒業してっからうんでももうこの部分っていうふうになの俺余計なこと言わないでかりんが卒業っていうところがもし延長だったらもしとも子が決めてたとしても結ぶじゃないけど延長するでしょうね。は その卒業後ってところで声だけでいけるから、しゃ、しゃべりがもう、あの、かなりプロの技術、さばけるっていう意味ね、のとこに行ってるんでね、いけると思います。で、あとこの、もう一個最後、読んでなかった。てか、拳とムロの差はえー、っと、あ、5分16から5分21秒の、今やってりゃいいじゃんは自分も思った。ここ読んでなかった。これね、DIY でしょ あのさ明日やろうはバカ野郎って自分たちが歌ってて DIY 今やってなかったらバカ野郎だよねもう今日からやれようだよねまあでやってる姿も見せてくりゃいいんですよ仮になんもう何でも出してくりゃいいのよ温存していたってさそういうことしてたらモーニング娘。とか他のところの露出多いところと勝ちつけてくれるところに勝てなくなっちゃうぜって話うん僕仮応援してるから 前出し前出しでやってて思いついたことをどんどんまた次に後ろにストックしてきゃいいんですよなんで。そう思いましたってことです。あざっす。ご指摘いただくおかげでね、ちょっと話ができるってこと。あ、これそうだ。銀座ケグ七変化さんまで全部なんだ。ありがとうございました。じゃあ続きましょう。ちょっと今日長くなっちゃってるね。えー、っと、気まぐれプリンちゃんさん。 延期はファンにとって嬉しい出来事だと捉えて、えー、とコロナの影響で仮に結ぶその他の卒業を考えているハロプロメンバーの人生計画もかなり狂ってきているんだろうなぁと気まぐれプリンちゃんさんは常にそのフロント的な考え方でいいですねありがとうございますこれねうーんメンバーどころじゃないじゃないですか全超全体我々の含めて超全体ですよね っていうことはよく僕ユーチューバー的な人たちでこの騒動を話してる人いるんだけどそれだいたいそうするってちょっ,とちょっとした英語サイト読めれば書いたんですよでもだからといってそれが全てかって言ったら日本に置き換えて日本の社会構造に行った場合はもう想像じゃないですかでそんなに日本の人って過去の大きい騒動とかあったとしても大幅には変えられてないですよ その在宅ワーク講習した方がいいとか未来的にはこうだとかいろいろ言う人いるけど多分これだってコンサート始まったら俺ら行くでしょこれだけテレワーク在宅って言ってたって絶対家で見てねえもん在宅だった人じゃなければよほど逆にこの機会で在宅だったやつが現場に興味持って行っちゃうかもしれないじゃん俺,俺それぐらい人と人って生でコンタクトを取るもの変えられないと思いますよ会社の仕事とかも僕そうだと思うよ 古い <laughs> 俺,俺絶対そうだと思ってるよ。ずっとそうだったもん、うんだ人。だから人間って面白いんじゃないですか。ね。計画は狂っているだろうけど、計画を直せるのも人間です。ここはコンピューターじゃないから、数字とか期間とかだけじゃなくて、脳内補正でいいドラマを埋める。僕そういうふうに思ってます。じゃあ続きましょう。島袋光明さん。えー、っとかりんちゃんに絡まれるレイレイが見れるのか。 楽しみいろいろ軌道修正ありそうだが一安心まあこれまだ足られ場なんですけどねだからレイレイとカリンが一緒にいる時間っていうのが僕最初の発表あった時にあねえんだ入れ替えなんだって思ったからこれ入れ替えないでそのままやってもらうところ出した方がレイレイも、まあ、宮本カリンがいたジュースジュースっていうのが今まで見てるジュースジュースだろうから本当の意味でで継承できますよね <laughs> 何度も言うけど 松井からペタジーニっていう風なのはあれは松井とペタジーニのホームランを競ってたみたいなとこあってそれで松井がメジャー行くからペタジーニっていうのあったんだけどそのそのケースと違うじゃないこれ別にそのルールブック自体アップロードは書けるんだからね俺は一緒にいる9人体制ってライブができなくても作っていいと思うしあともうもし一緒に活動したんだら卒コンぐらい一緒にやるべきですよそういう風に思いますじゃあ続いて 結ば才能もあるんだし道重ちゃんと同じで活動休止でハテナハテナかりんの卒業延期これはファンにも本人にとってもいいことだと思うこれ以上無観客は良くないですからねあとこの子はふるさと2番組オープニング曲が歌って番組オープニング曲歌っているけど歌い回し歌い方やっぱり抜群だと思う <お> <laughs> ねまあ左右の活動休止と同じかって言ったらちょっと多分違う感じだと思うけどね。うん、なんつうのかなか左右の活動休止って僕あの時は休期以降の当時,当,当時の失礼モーニング娘。の構造に依存してたと思うんですよ由来してた。うん なんでかと言ったら9期10期はそこで独り勝ちさせないで左右がずっといたらモーニング娘って今の形になってないんですよねよく福ちゃんが答えたってことだと思うけどまあもちろん石田もめちゃくちゃ頑張って石田がいたの大きいかもななんか石田と福ちゃんで左右のやってることよりなんか結果的になんだけど2ランクぐらい上のことやれてると思うんですよどうしてかというと歌えるしあと なん世代が近いことができる石田とかそうですよね。で「白湯」ではやっぱ歌えない踊れないはあるけどタレント化することによってモーニング娘。の価値を全盛期と一緒とは言わないけどもそれなりのポジションまで持っていくことってもう大成功してるんですよね。で白湯はあれしかできなかっただろうしあ,あれが最高だったから惜しまれてやめるっていうところの絵まで考えてたんだと思うんですよ。 もう最優ととにかく桃子はハローのこの10年の貢献度は異常です。もう MVP となんていうか最優秀選手を選ぶとこの2人ですよこの10年だったら。らちょっと次元違うところで10年単位のハローを見れてたっていうところだと思いますけどね、うんだそれはむ。だから結ぶと同じじゃないっていうこと。結ぶがそれを見えていて今のタイミングって感じじゃないからもし同じようなことやれたんだったら綾町だったのよ。 でもあやちょその後の卒業後の発言聞いてるとなん,か、うん、なんかそっちじゃないことは分かったってこと。うん、ね。まあ、じゃあそういうことですよ。でこのかりん卒業の延期こっちに関しては再三言ってるんだけどカリンがそれでいいって言うんだったらいいんですよ。6月っていうタイミングをすごく重視して次のソロっていうのを早く始めたい自分がアイドル的に価値のある若者ブランド的な。 に出てくるんだけどソロの曲、ね、でそこの,あの曲的な部分の自分の速さというのをもしブランドにしてやっていくなんつそういうことを急いでるんだったら僕はこんな中でもソロに本人がさやっぱりジュースジュースの宮本かりんであるってことの方を人に相談したのかもしれないけどこの半々よりプライオリティ高かったんだろうね。ならば 伸ばそうとでこれはまあ大義名分だけど仕事プロだからこの動画で語ってるけど事務所の方は宮本かりほどの卒業だったら回収したいはずそう思いますそう思っています、うん、で回収してほしい俺も、うん、だってビジネスだもんそれで彼女みたいなので回収できなかったら次の若いやつに予算が残らないじゃないやっぱこのプロはお金儲けは汚くないから価値がある人が出すだけで 本当の意味じゃ取れないからこっちが価値が思うと思うから出すだけだからねそう思ってますじゃあ続いていきましょう、うん、あこれごめんごめん番組のオープニング曲これふるさと2ねここ,ここ行こうこれは最高ですよかなんかあのー、本人がさジュースジュース前にカリ「カリーナ乗って」とか歌ってた時期コピンクスあのノリを思い出すやつですよね、うん、抜群です 昨日の高木佐き動画でもたあの話しましたがこのあと高木佐き動画のコメントの話しますけど「佐きの隣にかりんがいた」っていうのは佐きの表現力を広げたしかりんも佐きがいるってところで声張らなくて済んでるこれはすごい相乗効果っすよっていうこんなじゃあ導入の話いきながらちょっと長くなって申し訳ないけど今日最後高木佐きの動画にコメントくれた方な なだって、<laughs> お返しして、とりあえず死めましょう。ねえ、高木さん、これ、バースデー当日にあげてもよかったんだけど、この仮に卒業のやつがあったもんで、あ卒業延期のやつがあったもんで、卒業、ごめん、バースデーイベントのある日にあげたやつです。まあ、昨日っすね。あ、じゃこれ、ちょっと、いいねとかしときましょう。 じ読みます。えっ、ー、と白いドレスのサユのごめんなさい K.K. さん, K K さん白いドレスのサユキの花の,のソロと黒いワンピースのサユキのリゾナントブルーのソロこれは毎月聞いてます。矢印上上最高1位と3位は聞いています。ありがとうございます。えっ、ー、とねこれねどういうこと言ってたかというと。 佐伯のソロの歌声がわかる曲を参戦したんだけどこの3個僕の中で順位がしっかりあったからベスト3で3位に一1位にしました微妙な差の時は順位つけないであの3つ出すようにしますそんな感じあのあれですよ演劇参戦みたいに言っててこのコロナ自粛中に見てほしい演劇女子部の3つ上げた時はあれどれ見ても価値があると思ったからあれ順位つけてないです、ね、そういう動画も見てほしいですけどね見てなければ 時間あればでじゃあこのリゾナントの方がいいかリゾナントとかかかなフェスかなんかでソロやったた時に歌ったんですよねでこれも格別に良かったんですけどこれねな,なんでこの曲に対してじゃあベスト3みたいに入れないのかってよく言われるんですよ国尾さんも「モーニング」のこととかちょっとほっときすぎみたいなほっといてないから。で歌唱力で考えたらリゾナントブルーで判断するっていうより。 例えば尾崎豊の「アイラブ」って尾崎豊の曲の質がすごく高いから行っちゃった楽しみ感なくなっちゃったね。<laughs> でもまあまあそういうことなんだよ。ソロの歌声というのにちゃんとリンクしているものっていうのかな。そう,そういうのが聞いてて聞きやすい気がしたんだよね。ねで2位が違うじゃないかっていうけど2位は動画で説明してるんであの通りです。 ねえでさゆきの歌声昨日もと言って思ったんだけどもっと言いたいことあるんですよ。どうしてかと言ったら「JUICEJUICE」デビューした時からずーっと見てるからで本人もこの W2O とか接触のある文化だったもんでだんだんなんな,なってくる時にちょっとずつ彼女のブログで言ってたこととかっていうのを音楽的なものを一言会話みたいなの繰,繰り広げていくとちょっと見えてくるところあるんですよね。 でいい子だからおそらくそういうファンから聞いたこととかっていうのの総合したコメントとかブログに残してっていうなんか変な円隔三角形みたいなことをやってたのが佐伯に限らずジュースだったと思うんですよね。その中でなんか一個ずつメンバーと一緒にジュースの曲を育ててきたような感覚があるんですね。で拳もそこ近いところあったはずだからなんかそこへの思い入れっていうのをちゃんと当時。 最近がタグかわいがってたあるかもしれないけど出してたのがいいなって思いましたまあハロメンすげえそういう研修時代からの絆なんていうのは今ハロドリも見てて思うのはこれどことどこがつながってて5年後10年後これ見てる見てないで感動のこの奥行き違うなっていうのはもうバレてるから見ちゃうわけですよねなんつう感じですまあこの辺は全部僕動画解説してるんでよろしかったら さかのぼってみてくれたらなんて思っております。じゃ今日ちょっと国岡チャンネル史上最長弱になってしまいましたけどね、お付き合いいただいた方々は感謝してます。まあ引き続きこういうご時世でございますけども、ポジティブにやれるものはポジティブにやるという形で、あとチャンネル登録ぜひお願いします。もうこれ伸ばしていかないといろんなもの、さっきの言ったライブ配信とかっていうところもね確率が盛り上がる確率が低くなるということで、もうお願いして待っております。 あと、ツイッターの方とか登録していていただければ、こんな中でも、うち、このうさぎの事という空間なんですけど、ここを生かした、このご時世,世、世論に対してそれほど間違えてない発想というところでは、機会を用意しておりますので、コメント欄でも何でもいい、わかんないことあったら質問ください。でそんな感じで、今日は長尺返信、回答動画みたいになりましたけども、また引き続き、楽しいことを続けていきたい。そんな感じです。じゃあね。